缶詰をご覧の皆様こんにちは。開幕広報室の中村一位です。今回の缶詰はいつもの缶詰とはちょっと趣向を変えまして、船のお風呂に注目してみました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なれ五百回山切佐藤翔です。同じく五百回山切田中翔です。開幕広報室の中村一位です。今日はよろしくお願いします。では最初に居住区とか見せてもらってよろしいですか。はい、はい、行きましょう。ここが私たちの生活スペースです。おお、綺麗ですね。綺麗にしてますね。護衛艦山切のベッドは3段ベッド。そしてこの一部屋に21名の隊員が過ごしています。体勢がきついです。この3段ベッド、体の大きな隊員には初めは窮屈に感じるようですが、慣れてくるとこの狭さが逆に落ち着くという隊員もいるんです。山切りに乗ってどのぐらいですか。自分は1年ですね。1年。私は半年になります。あ、半年。お二人ともそんな長くないんですね。そうですね。なんか乗ってみたい船とかありますか。自分出雲乗ってみたいです。出雲でかいですもんね、はい、でかい船もちょっと面白そうですよね。自衛隊入隊したのってどういう理由で入隊されたんですか。自分は海が好きで、それで海で仕事したいなっていうので自衛隊。かっこいい。佐古市長は、私は父親が自衛官だったので、その憧れで自分もなりました。いいですね。父親の背中を追いかけて、はい、あ、素敵ですね。今一番楽しいことって何かありますか。自分は車好きでドライブめっちゃ大好きです。あ、じゃあ休みの日とかドライブ。はい、そうですね。はい、私は筋トレをしております。あ、筋トレいいですね。ベンチプレスとか何キロぐらいですか。ベンチプレス、はい、ベンチプレスは70キロぐらいです。おお、これからじゃあもう80、100、はい、目指しております。お待たせいたしました。いよいよ本題の護衛艦山切のお風呂に潜入します。洗濯機の置いてあるスペースを抜けると、こちらが3人シャワー浴びるようになってます。こちら山切の第二浴室、大人3人は余裕の浴槽にシャワースペースが計6箇所。護衛艦のお風呂って狭いと思いきや結構広いんですね。今浴槽に入ってるお湯はこれは真水ですか。はい、今あの入港中なのでこれは真水が入っております。で、出港中につきましてはあの水にやっぱ制限がありますので、こちら側の海水を汲み上げて、水道の蛇口から出してそれを温めて、お風呂にしております。真水のお風呂と海水のお風呂ってやっぱり何か違いがあるんですか。はい、あの海水のお風呂と聞くと大体皆さんベタベタするかと思うんですが、あの出港して沖に出た時の綺麗な海水を使ってお風呂にしますと逆に肌サラサラになります。さらにあの冬なんかはあの寒い作業の後入ったりすると体が非常に温まります。やっぱり護衛艦の食事って美味しいと思うんですけど、山切で一番美味しかったメニューって何かありますか。佐古市長、カレーです。十分カレーです。護衛艦のカレーやっぱり美味しい。山切に乗ってなんか良かったなとか、なんかこういうとこ魅力だぞみたいなのありますか。お金がいいところです。おお、見えて、はい、田中市長は艦艇に乗ると人との距離が近いんでいろんな人と仲良くなります。あの乗組員同士みんな仲いいみたいな、はい、護衛艦山切千人五町海曹長桑原浩一です。先日深い話でぐいぐい宴会部長として紹介され、全国から大きな反響を得ております。
五丁は山切に乗られて何年ぐらい経つんですか。はい、私はちょうどあの平成の31年の3月に乗艦しました。今まあ丸2年ちょっとですね。艦艇勤務の魅力を教えてください。まずやはり、朝ごはんから食事が取れること、朝昼晩、そして、寝るところもある。同級生の友達からは我々は毎日帰んなきゃいけないけど桑原は平然と留守ができていいねと言われることもあります。新婚当初はみんな早く家に帰りたいという人もいますけども、結婚25年も過ぎますと父ちゃん元気で留守がいいというところが実情の人も多いです。どういう人が艦艇勤務に向いていると御長は思われますか。まあ、船が好きであること、海が好きであること、なかなか特殊な環境ではありますけども多くの仲間がいますので人と話すのが好きな人とかそういう人は向いていると思います。船酔いとかみんな心配されますけどもだんだんに慣れてくる部分もあります。船の上でしか見れない景色、夜空の星、それから船と戯れるイルカとかですね、非常に貴重な光景を見ることもできます。アメリカンドミラー、いかがでしたか。海上自衛隊に興味を持っていただけたら嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねもよろしく。